東旭日川駅は、北海道旭川市東旭日川北3条5丁目に、ある、北海道旅客鉄道赤北本線の駅である。駅番号は、A32。1977年の東旭日川駅と周囲750メートル範囲。右が、上川方面。少しずれた形の相対式ホーム2面2線と、駅裏側に、貨物積み下ろし線が敷かれ。 駅横旭川側の貨物ホームと、そのヤードを三角に切り込むように引き込み線が、引かれている。駅裏貨物線からは、旭川側は、旭吉の工場構内の建屋間に、また上川側は、赤屋根のガス会社の敷地前と踏切の先の、ガス会社の敷地前にそれぞれ引き込み線が引かれている。貨物取扱廃止後に、これらの貨物線はべて撤去されて、現在では、 駅横の貨物ホームがあった側に角度を少し変えて引き直された保線用対比線があるのみである。またホームは完全にずれた千鳥型ホームとなり相対側ホーム上にあった待合室も撤去された。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成互い違いに配置された二面二線の千鳥式ホームを持つ地上駅。 古戦橋はなく、二つのホームは、構内踏切で連絡する。旭川駅管理の無人駅である。簡易駅舎を有する。自動券売機は設置されていない。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。旧東旭川町の中心駅。駅前に、旭川電気軌動、東旭川駅前停留所がある。かつて、当駅へ、特急列車。 特別快速列車が臨時停車した際は、当駅から旭山動物園行きの無料シャトルバスが運行された。貨物支線は国道39号陸強化の地点から新旭川駅を経由せずに直接北旭川駅まで乗り入れできる1キロにも満たない短絡線であった。短絡線廃止後は北旭川駅、北見駅間の貨物列車は機関車の付け替えを 縁軽ル駅と新旭川駅で二度行うことになる。この地点ではその名残として分岐器を雪から守るためのスノーシェルターが残っていたが、後に撤去された。かつて、旭山動物園への観客を輸送する目的で、特急列車、特別快速列車が当駅に臨時停車したことがある。2004年5月1日から5月5日の間、特急を放ーツ3号5号が、 臨時停車していた。また2004年、2006年、2007年のゴールデンウィーク期間は特別快速機たが臨時停車していた。ありがとうございます。